皆さんおはようございます。よろしくお願いいたします。それでは私からは今日は2つ発表事項がございます。まず1つ目は福岡県 SDGs 登録制度をスタートいたします。10月31日から募集を行うことといたします。持続可能な社会を目指す SDGs の考え方が重要となっております中で、企業団体には自らの事業活動を通じてジェンダー平等、気候変動対策、循環型社会づくりなど社会の課題を解決することがこれまで以上に求められているところでございます。企業団体における SDGs の取り組みをさらに進めていくためには、その取り組みを県民の皆様や取引先、金融機関等に広く知っていただくことが重要でございます。これによりまして新たなビジネス機会の創出や認知度、信用力の向上、人材の確保などの効果が期待できるものでもございます。こうした企業団体の成長発展は我々の地域の経済の活性化にもつながるものであります。まあ、こういったことからこの今回スタートいたします SDGs 登録制度、これは SDGs に積極的に取り組む企業団体を広く公表し SDGs への貢献を見える化するものでございます。登録制度の対象でございますが、こちらに出ております。登録制度の対象は県内に事業所などを置く法人、その他の団体または個人事業主の皆さんであります。登録の要件、これは2つあります。SDGs の達成に向けオフィスや工場の節電など環境に配慮した取り組み、育児や介護などのための休暇を取得しやすい職場環境づくりといった具体的な取り組みを実施していること、あるいは1年以内にこういった取り組みを実施するというふうにしていただくことでございます。これは項目的にはですね、お手元にも資料あるかなと思いますが、必須項目は17ございまして、選択項目は24ございます。それからもう一つは SDGs この宣言ですね。SDGs の達成に向けた自社の取り組み方針、あるいは重点的な取り組みについて、やってるぞということを宣言していたことでございます。これをですね、明らかにするために申請の際に作成いただきます取り組みシートというものがございます。この取り組みシートにどういった取り組みが SDGs につながるかを具体的に分かりやすく示しておりますので、まだ SDGs に取り組んでいない企業団体にとっても取り組みを始めるきっかけとなる制度としているところでございます。そしてこのフリップにこのロゴマークが載っております。これがですね、新しく作成をいたしましたこの SDGs 登録制度のオリジナルロゴであります。 SDGs のこれご覧になって分かると思いますけども、 SDGs、 この4つのアルファベットで県の花でございます梅をイメージしたデザインとしております。登録された企業団体の皆さんにはこのロゴマークを掲載をいたしました登録証を交付いたします。そして登録いただいた後ですね、この企業団体の皆さんを支援するということが必要でございますが、県のホームページで企業団体の SDGs の取り組みを広く紹介をいたします。またこのロゴマークをですね、社員の皆さんの名刺などに活用していただきまして、この登録企業であるということをアピールしていただいて構わないということでございます。それから県の制度融資でございます福岡県政推進サポート資金が活用できます。商工団体や金融機関からいろいろな経営相談、あるいはビジネスマッチングの支援、
SDGs に関する各種セミナーなど伴走型の支援を受けることができます。今後登録制度の内容やこの申請方法などについての説明会を開きます。これは県内の4地域で実施する予定でございます。たくさんの企業団体の皆様がですね、SDGs に取り組んでいただき、本制度に登録して PR していくことで、企業団体における脱炭素、ダイバーシティなど SDGs の達成に向けた取り組みが一層広がることを期待しております。企業団体と県が一体となって持続可能な経済社会づくりを進めてまいります。これが1点目でございます。2つ目の発表事項でございますが、2つ目の発表事項は、今年度から新たに、パラスポーツタレント発掘育成事業を実施をいたします。県ではですね、平成16年度から全国に先駆けまして、子どもたちの能力とスポーツの可能性を見つけて、そして育てて生かす福岡県タレント発掘事業を実施してまいりました。昨年行われました東京2020オリンピック競技大会を見ますと、この本県のタレント発掘事業の卒業生が3名出場されておりました。ベクイ・アダムさんなどはこの間のスポーツアワードにも来ていただきました。育成した選手がですね、国内大会で優勝、あるいは国際大会でメダルを獲得するなど、たくさん活躍をしていらっしゃる状況でございます。このですね、タレント発掘事業の取り組み、非常にスポーツ関係の皆さんからも高く評価をいただいておりますが、この取り組みをですね、障害のある方のスポーツにも広げようというのが、今回の福岡県パラスポーツタレント発掘育成事業でございます。この事業の名称でございますけれども、パラスポーツで、ここにまさに星が入っておりますけれども、金色に輝いております。パラスポーツで輝く選手を発掘育成することをイメージをいたしまして、福岡パラスタープロジェクトと命名をいたしました。略して F スターでございます。この事業では選手を発掘育成する過程を知る、触れる、見つける、育てる、生かす、この4つの段階で展開をいたします。まず1つ目の知る、触れるの段階では、すべての障害のある方にパラスポーツの情報をお届けし、知っていただく、そしてパラスポーツ競技の体験会を実施し、パラスポーツに触れる機会を提供いたします。そして第2段階、見つけるでは、体力や運動能力の測定会を行います。この測定会を通してパラアスリートとしての素質が見込まれる選手を見出します。で、3番目が育てるでございます。これは発掘した、その今見出したですね、選手に対し育成強化するためのプログラムを実施する段階であります。そして4つ目、生かすでございます。これは育成した選手を中央競技団体へつないでいくなど、選手が世界の舞台で活躍できるような機会を提供するものでございます。この4段階の過程によってですね、優れた素質、あるいは潜在的な能力を持つ人材を掘り出して、そしてその能力を育て強化し、世界で活躍できるパラアスリートを生み出してまいります。で、スライドの方にございます。今、この4つを申しました。スライドの方を見ていただきますと、今回ですね、この事業の入り口として、先ほど申しました第1段階、知る触れる、このための体験会と見つけるための測定会を県内4箇所で実施をいたします。参加者の皆さんにはですね、まず身長、体重等を測定する携帯測定、そしてボール投げや20メートル走など基礎体力測定を受けていただきます。その後、競技の面白さ、
あるいは魅力にやはり触れていただくということでございます。パラスポーツ競技の体験会や競技団体による相談会に参加をいただきます。ではどういう方がですね参加できるのかということでございます。いろいろ参加要件ございますが、一つは福岡県内に在住していらっしゃる小学校6年生以上の方で、肢体障害、視覚障害、知的障害のいずれかの障害のある方としております。また、またといいますかですねこういった障害のある方の中で病気でありますとか事故によって中途障害となった方にも参加をしていただきますように、年齢の上限は設けておりません。下限が小学校6年生で、上限は設けていないということでございます。来年の3月までにですね、今ここに挙げておりますような測定を行った結果、あるいは体験会での様子などを総合的に見まして判断をし、育成する選手を選考いたします。選考された選手の方は来年度からその競技力を向上させるためトップコーチ等の指導による練習会に参加をしていただきます。また残念ながらですね、今回の選考には漏れたと、選考されなかった方にも今後のスポーツ活動あるいは競技練習に向けたアドバイスを行ってまいります。これから本格的にですねパラスポーツに挑戦したいと、あるいはもうすでにパラスポーツやってるんだけどももっと上達したいと、あるいはそして将来全国または世界に打って出たいと、活躍したいとなどですね、このパラスポーツに興味と意欲のある皆さん、ふるってご応募ください。お待ちをしております。私からは以上2点でございます。それでは幹事社からまず発表案件について質問させていただきます。はい、まず福岡県 SDGs 登録制度について大きく2点伺います。1点目がですね、まず他県の取り組み状況や県内の市町村の県内の市町村の取り組み状況などを踏まえて、福岡県がこの制度をやる独自性や意義づけについてお願いいたします。はい、まず他県の状況でございます。同様のですね、名称はいろいろあると思いますけれども、同様の取り組みを行っておられます、登録制度を持っておられますのは全国では19県あるというふうに承知いたしております。九州では長崎、熊本、沖縄が創設をされております。それから県内の自治体ではですね、両政令市、北九州市と福岡市が創設をされております。この事業の意義というのはですね、先ほど申しましたように、やはりこの SDGs というもの、特に企業の皆さんはですね、SDGs というか、割と ESG という言葉も使われますけれども、やはりその企業の皆さんがですね、やっぱりビジネス機会を得たり、先ほど申しましたようにですね、あるいは企業としての信用力を得て、新たな出資、投資を得る、そういったこと、さらには企業としての魅力といいますかね、また、こういった SDGs というものに取り組んでいる企業なんだということで、今からその就職しようという皆さんもですね、その選ぶということですね、そういう人材の確保、こういった期待が企業としてもできると思います。で、我々としてもですね、やはりこの SDGs というものを、県も総合計画の中でこの SDGs ときちっとこう図を合わせたですね、取り組みを進めておるところでございますが、こういった県の施策を進めていく上でも、やはり企業、団体と多様な主体とですね、共同していくということは非常に重要でございます。こういったことからそれを一歩進めるということ、そして県民の皆様にもそういった取り組みを見える化していくということのために、この登録制度というものを考え、スタートさせることとしたところでございます。もう一点ですね、今回企業だけでなく団体の対象になると、そして位置づけとしては信用力の向上ですとか、県の制度融資に受けられるなど特典が多いと思うんですけれども、例
えばですね、旧統一教会系の関連団体などですね、これまで県の登録制度で登録している事例も出てきていますけれども、まあ、こういった、まあ、知事も議会などで社会的に問題のある団体と言われている団体が、まあ、こういった登録制度に応募した際にですね、県としてはどのような基準でこういったことを選別していくのかということについてはいかがでしょうか。はい、まずその旧統一教会に対してはですね、ついては社会的に問題があると指摘されている団体であると認識をいたしております。まあ、こういったですね、旧統一教会を含む社会的に問題があると指摘されている団体、まあ、この皆さんが登録申請を行っていただいた場合にどうするか、まあ、これについてはですね、今どういうルールを設けるべきか、まあ、先般もお話ししましたけれども、まあ、そのルールについては検討を続けているところでございます。で、現在ですね、この旧統一教会について申しますと、国の有識者会議において、解散命令請求も視野に入れて報告の徴収、また質問権の行使、こういったことを行うべきだという提言がなされておりまして、政府も国会においてもですね、さまざま議論が行われております。このような状況を踏まえまして、この統一教会とその関連団体に対するものも含めまして、当面の間は登録の申請をいただいても保留をさせていただくという取り扱いとしたいと思います。では2件目の発表案件についてお伺いします。パラスポーツタレント発掘育成事業について、全国でどのくらい珍しいのか、また下限を小学6年生とした理由について教えてください。はい、まず全国の状況でございますが、我々が把握しておりますところではですね、6つの都道県が同様の取り組みを行っております。北から申しますと北海道、岩手、東京、静岡、愛知、宮崎となっております。まあ、九州では宮崎だけということですね。まあ、こういうふうな団体において、まあ、携帯測定などの測定会、あるいはこういうパラスポーツのですね、体験会などを行っていらっしゃるというふうに聞いております。それから第2の質問で、参加要件をなぜ小学校6年以上とこうしたのかということでございます。この国においてもですね、タレント発掘事業がございます。これジャパンライジングスタープロジェクトと言います。このジャパンライジングスタープロジェクトではですね、このやはりでもやはりパラスポーツ部門というのがあるんですね。ここの年齢をですね、満11歳以上に設定をしておられます。このことからですね、この下限の年齢を国に我々も合わせるということによって、この F スター福岡のですね、今日お説明した新しい F スターで発掘し育成したアスリートの皆さんをですね、スムーズに、まあ、さっき、こう4段階目で申しました中央競技団体等につなぐということを申し、スムーズにこの国が実施しているようなジャパンライジングスタープロジェクト等にこうつないでいくということができる、そういうパスウェイが構築できるというふうに考えております。まあ、こういったことからですね、11歳以上、まあ、つまり小学校6年生以上というふうにしたところでございます。それでは発表案件について、まず各社さんお願いいたします。すみません、TBSの富永です。福岡県のタレント発掘事業そのものなんですけど、これまでに何人の子どもたちを育成したのかというのが分かりますでしょうか。タレント発掘事業のものですね。それはスポーツ局、分かりますか。スポーツ振興課でございます。平成16年から現在14期生までが卒業しておりまして、修了生は418名でございます。ありがとうございます。発表案件についてお答えよろしいでしょうか。それでは発表案件以外について各社さんお願いいたします。どうぞ。もう自立審査の
安信と申します、はい、マイナンバーカードに関していくつか伺いたいんですけども、政府がですね、2024年の秋に現行 の健康保険証を廃止してマイナカードに一体化させるという方針を発表されました。でその政府の方針に対して知事としては賛否含めてどう受け止めているかというのをちょっとお聞かせ願えないでしょうか。はい、10月13日でしたですかね、今から2週間前ぐらいですか、河野デジタル担当大臣がですね記者会見で発表されたわけでございます。マイナンバーカードと健康保険証を一体化すると、これについて2024年ですかね、のまでの実施を目指すということをおっしゃいました。健康保険証としてですね、このマイナンバーカードが利用できるということについて考えますと、いろいろメリットがあると思います。初めてその、見ていただく医療機関でもですね、ご本人のもちろん同意が必要ですけども、その中に入っている情報ですね、今までどんな薬を使ってきたのか、投与されてきたのか、それから特定健診とかを受けた場合にその健診の結果のデータ、そういったものがですね、そういう初めての医療機関でもですね、ちゃんと共有できるといいますか、把握できるということになると思います。それからあと引っ越ししたりですね、職業、例えば我々も地方職員共済組合というのに入りますが、また民間はまた違いますよね、あるいは国民健康保険もありますと、そういうふうな転職をされる場合もありますよね。そういった場合も健康保険証として引き続きですね、使っていくことができる、こういったさまざまなメリットがあると思います。こういうふうな点を考えますとですね、マイナンバーの仕組みでですね、そういった情報が共有できる、継続できる、こういうメリットがあると思うんですけども、こういうふうな評価はしたいと思います。このような一体化のメリットというものをですね、やはり政府において国民に丁寧に、説明をしていただく、このことによってマイナンバーカードの普及促進にもつながると思いますので、そういったことは期待したいというふうに思います。続けてなんですけども、今知事のメリットの面と、それからそういったことの効果を政府に要望というかしたと思うんですけども、逆にそのすでにさまざま課題点も指摘されるところなんですけども、知事としてはその24年というと2年、たった2年しかないんですけども、どういったところに課題があるかっていう、どう認識されているかっていうのもあれば合わせて伺いたいんですか。そうですね、今までもいろんな取り組みとか広報とか、ポイントとかやって、マイナンバーカードの普及をですね、進めてきたわけですけども、やはり、いずれにしてもやっぱりそのこの一体化というものを一定の目処期限を設けてやるということであれば、やはりこの一体化に向けてはですね、このマイナンバーカードの普及というのをやはりしっかり図っていかなければいけないと思います。しかしこの中ではですね、やっぱりお勤めとかですねの関係などもあって、平日とか昼間でですね、申請をしたり受け取らなければいけないと、こういうことはですね、なかなか難しいという課題があると思っています。こういったことからですね、我々もやはり希望、そういう休日夜間の受付でありますとか、あるいは商業施設等への出張申請受付、こういったものの、こういった取り組みをですね、さらに進めていく必要があるというふうに認識をいたしておりまして、市町村でのこの出張申請受付というものをどういうところでやってるのということをですね、県が取りまとめて、高齢者施設の皆さん、あるいは商工団体とか、そういったところを通じてですね、周知をしております。でそれからまた例えば夢タウンさんとかですね、ああいったその大きな大規模な商業施設でその合同の出張申請受付をするというのも利用されやすいものじゃないかと思ってまして、周辺の自治体とか、あるいは商業施設そのもの、それから行政司会、そういったところとですね、今そういうふうな合同出張申請受付が行えるような調整をですね、
県がやっておるところでございます。9月23日は大川の方の夢タウンでやってみました。こういうふうなことを通じて市町村の支援をしっかりやっていくということが必要だと思います。それともう一点、課題があると思うのはですね、こういったマイナンバーカードを普及させると、普及が進んでもですね、やっぱそれでもカードを取得していない方もいらっしゃると、あるいはご高齢でですね、なかなかそのカードのを使うというのがこう難しいとか、いろんな体の具合とも、そういった方がですね、その健康保険証と一体と言われても、じゃあそれを持ってなければ病院に行けんと、必要な医療が受けられないんじゃないかと、こういうふうな懸念もお持ちになるかもしれないと。また医療現場でもですね、そういう混乱が生じる恐れはないかと、こういう懸念があります。こういうことがですね起こらないような配慮というものはしっかりやっていかなければいけないと思ってまして、そういう医療現場での混乱、あるいは国民の皆さんのやはり心配不安につながらないようなですね、取り組みということをしっかり国に対しても要望してまいりたいと思いますし、やはり合わせて、先ほど申しましたように、やはり皆さんの理解を得て、マイナンバーカードの普及を進めていくためにもですね、国の方からしっかりと丁寧なですね、説明に心がけていただきたいというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。朝日新聞社の山崎です。ちょっと県政から離れてしまうんですが、来月ですね、行われる福岡市長選に関してなんですけれども、先日も徳島市長とですね、共同の会見を開いていらっしゃって、いくつか共同のプロジェクトについて説明されていらっしゃいましたけれども、現在のこの高島市政に関して知事としてどのような認識を持っていらっしゃるかというところで、特に県市関係っていう関係ところとかも踏まえてですね、ちょっとお話しいただければと思います。選挙はですね、これはもう市民の皆様のですね、選択によるものですね。選挙というよりも県と市の関係ということを申し上げますと、私も去年の4月に選挙で選んでいただきました。その後ですね、選挙の間を通じてもそうですけども、ずっと申し上げているのは、やはりその我々、県とそして市町村、これがですね、力を合わせて県民の皆様のための行政を行っていく、このことによってですね、それぞれの力が合わさって、あるいは掛け算になって大きな効果をもたらすものであるというふうに申し上げております。そういったことからですね、政令市、政令市と都道府県の関係というのは、政令市と県の関係というのは、いずれの地域も難しい場合も多いわけでございますけれども、やはり今申しましたように、やはりその真ん中において考えるべき我々の対象というのは市民、県民であることは間違いないわけでありますので、共にその方向を向いて協力をしていく、また必要な議論を行っていく、時にはぶつかることもある、しかしそれを乗り越えてですね、県民のため、市民のための行政を組み立てていくと、こういうことについて、私も選挙後直ちに高島市長、北橋市長もお尋ねしてですね、互いに合意をしたところであります。これに基づいて、コロナ対策も含め機動的にですね、両市長さん、あるいは市長会、町村会の皆さんともですね、連絡を取りながら連携して対応をしてまいりました。そういう中で今回、先日20日ですかね、高島市長と県と福岡市とのトップ会談というのはずいぶん久しぶりだったと思いますが、これはやはり一つにはですね、来年度の施策予算を考えていく上でも、もう我々も具体的にいろいろ検討を進めております。このタイミングにですね、やはり具体的に、県市の間で協力して、連携して取り組むべき、テーマというものが上がってまいりましたので、その点について行政のトップとして、方針を確認をし、そしてこれからの事業の、あるいは予算化も必要であります、構築に向けてですね、取り組んでいくということを確認させていただいたと
というところでございます。今後北橋市長ともですね、できる限り、早めにやりたいと思っております。ありがとうございます。あ、すいません。NHK です。新型コロナについてなんですけれども、減少傾向がもう最近また落ち着き始めたところですね、現在の感染状況の認識と今後の見通しに見方について、知事の考えをお聞かせ願いますでしょうか。今おっしゃっていただいたようにですね、新規の陽性者数8月のですね1万5000人以上とかいう状況から見ますと大幅に改善をしております。7日移動平均で見ますとですね、昨日の時点で見ますとこのピークの時と比べるともう10分の1以下になっております。それからもう一つ我々をしっかり見ていかなければいけないのが医療への負荷でございます。病床使用率、これは 10% 程度の低い水準で推移しておりますし、重症病床については直近においては 2.3% と極めて低い状況でございます。こういうふうな、今おっしゃったようにですね、落ち着きを見せているというか、そういう状況でありますが、ただですね、10月の中旬以降、前週の同一曜日を上回る新規陽性者数も出ておりましてですね、これはその一つには3連休があったとか、あるいは全国的なですね、旅行のですね、旅行割といいますか、ああいうものの実施等によって、接触機会が増えているという影響もあろうかというふうに思っています。これは福岡県だけではなくて全国的にやはり同様の傾向があるように思います。これからですね、やっぱり秋の行楽シーズンというものも続くわけでございまして、ぜひ県民の皆様、また、県民の皆様をお迎えする事業者の皆さんですね、飲食店の皆さん、あるいは宿泊施設の皆さん、とうとう事業者の皆さんもですね、引き続きこの感染防止対策というものの徹底はお願いをしたいというふうに思っております。加えてもう一点、感染今後ですね、また冬にかけて再拡大する恐れもあると思いますが、今年はですね、インフルエンザとの同時流行というのも懸念されていると思います。県としてこの部分について今後対策、また県民に対する呼びかけ等あればよろしくお願いします。そうですね、この冬のですね、新型コロナの感染の拡大についてはいろいろなその見解があろうかと思います。ただそのやはりですね、この第7波を上回るようなですね、新型コロナの流行というのがもうあり得るわけでございます。また季節性のインフルエンザとの同時流行、これの可能性もですね、やはり懸念がされております。いや、こういうふうな事態には今のうちからやっぱりしっかり支え備えていかなければいけないと思います。こういったことからですね、県としましても発熱外来、これをしっかりですね、やはり拡充をしておく、それから今健康フォローアップセンターというものを設けておりますが、この機能もさらに強化する、これに向けた検討を今進めております。それから引き続きですね、コロナ病床の確保でありますとか、あるいは県民の皆様にワクチン接種をですね、促進していくと、それから重症化リスクの高い方を守るという取り組み、これについてもやはり進めていかなければいけないと思っておりまして、ぜひですね、県民の皆様には先ほども1問目のお答え最後に申しましたけれども、やはりそのマスクはですね、今国の方からも、屋外では原則不要と、接近した話のないときはですね、屋内では原則着用と、ただ距離が保てて会話のない場合は外していいよと、そういうふうなマスクの着用についての指針も示されております。これを十分踏まえていただきましてですね、マスクを正しく着用していた、それから3密の回避、これは今までと同様でございます。あるいは冬になりますとですね、やはりこのなかなか寒いんで窓を開けないと、換気が十分でなくなる恐れもあります。換気も徹底をしていただきたいし、これはお店においてもですね、ぜひお願いをしたいと思います。それから手指の消毒、こういった基本的な感染防止対策をですね、徹底していただきたいと思います。またそういう発熱患者の皆さんが急増した場合ですね、先ほど発熱外来を拡充するとは申しましたけども、
この7波の時もありましたように、なかなかすぐにですね、診察してを受けられないという状況も考えられます。ぜひですね、あらかじめ抗原定性検査キットでありますとか、解熱鎮痛剤といったものもですね、ご自宅の方でですね、備えていただくということもお願いをしたいと思います。それからワクチンについては、コロナワクチン、それからインフルエンザワクチンもですね、65歳以上の方など、定期接種の対象の方、接種を希望される方は早めにですね、受けていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。共同通信の平田です。中野市の、男子ガス置き去り事件に関連して2点伺います。事件を受けて、昨年9月に県の送迎車両の安全基準での、方針を定めて、この10月から無通告、いわゆる抜き打ちの監査というのも実施されていると認識しています。1点目は、まずこの、抜き打ち監査の、実施状況について、で2点目は、その抜き打ち監査をやる上で新たな予算とかついていないわけで、実施する上での難しさであったり、課題というのを教えてください。まず、昨年7月ですね、本県の中間市で痛ましい事故が発生をいたしました。そして今年9月にですね、静岡県牧之原市において、やはり同様の事故を再びですね、発生をいたしました。で、子どもの命と健康が守られるはずのですね、保育施設において、送迎バスの中に園児が取り残されて熱中症で亡くなる、大変痛ましく胸の痛む思いでございます。こういった事故を踏まえまして、昨年7月の事故を踏まえて、本県では全国に先駆けて去年の9月にはバス送迎に関する指針を策定いたしました。この中はですね、もうご存知かとも思いますが、園児の乗降確認でありますとか、保育への確実な引き継ぎ、それからバス送迎直後のですね、清掃や忘れ物の確認、こういったことをですね、施設の送迎マニュアルにきちんと入れるということを求めるなど、すべての保育施設、幼稚園に対して安全管理の徹底を要請してまいりました。そしてこの徹底のためにですね、安全管理重点確認監査の行うためのチェックシートというものを作りました。これを用いてですね、今年度の4月から立ち入り監査を実施しているところでございます。そして先ほどご質問の中にもありましたように、この10月からは通告なしの抜き打ち監査も実施をいたしております。その上でですね、この9月にですね、起きました静岡県における事案、これを受けまして、再度すべての保育施設、幼稚園に対しまして、この安全管理の再確認と、すべての従事者へのこの遵守徹底を要請したところでございます。県においてもですね、こういうふうな監査をやっていくというのは負担があるのではないかというお話でございました。通常の監査と、それからこういった抜き打ち監査、それから安全重視型の監査、これを3つの我々類型に分けましてですね、そのバランスを取りながら監査を行っているところでございまして、本庁、それから各保健福祉環境事務所で連携を取ってですね、しっかりと対応を取らせていただいているところでございます。二度とですね、こういうことが繰り返されてはならないわけであります。子どもの命をしっかりと守っていかなければいけない、その子どもの命を大切にする保育が行われますように、このような取り組みを行い、しっかりと指導監督を行ってまいります。PNC と申します。西日本、事件侵害問題が発達される、西日本国際教育学院について、学校側の報告書と入管庁の処分の理由についての食い違いがあって、調査を行うということがありましたけれども、まず改めて県として問題をこの問題をどのように捉えられているかというのを教えていただきたいというのと、また進捗とですね、実施調査についてはその公表されないというふうに現状言われているんですけれ
ども、まあ、そこの理由について詳しくお聞かせいただけますでしょうか。まあ、この事案につきましては、まあ先般の県議会においてもですね、取り上げられ、我々としてもお答えをしてまいったところでございます。やはりこの人権侵害というもの、これは決して許されるものではございません。まあそれを大前提として考えてまいることは当然であります。まあこういった中でですね、今ご質問にもありましたようにですね、まあ我々の方で一旦この今年1月に、まあ事案の顛末をお伺い、学院の方からですね聞いたわけですけども、まあ、それと出入国在留管理庁が抹消処分を受けるにあたってですね示された事案の概要、まあ、ここには食い違いがあります。まあこういったことをこの齟齬があると判断をいたしましたので、改めて報告内容の事実確認を行う必要があると判断を考えました。まあ、こういったため事案が発生した現場の状況、それから学校長やこの事案の現場に居合わせた教員、これからの聞き取りなどの実地調査を行って、まあ正確な実態、事実はどうだったのかということを把握を行います。合わせまして再発防止策も同校から同学院から示されておりました。コンプライアンス検証をやります、あるいは学生指導を見直します。まあこういったことがきちんと行われておるのか、その実施状況についても実地調査の際に確認をいたしてまいります。そしてこの実地調査の、まあ、実施についてですね、いつやるかとかいうのは公表しないということはなぜかということでございますが、まあ、今回の調査はですね、やはりあくまでも任意の、まあ、学院側の協力によって行うものでございます。まあ、こういったことの中でですね、学院側の意向としてやはり今学校で学んでいらっしゃる留学生の皆さんも多数いらっしゃいます。まあ、そういった、まあ、報道機関の皆さんがですね、その調査の日を明らかにしていろいろ取材をですね、行われるということがありますと、やはり生徒学生のですね動揺にもつながるということもあって、学校側としては実施日については明らかにしてほしくないというご意向でございました。まあ、さっき申しましたようにですね、任意の協力によって行う調査でございますので、協力、学校側の協力が得られないとなると、この調査自体の支障となりますので、我々としても学院側の意向を尊重して、対応したいと考えたところでございます。あ、そちらです。全国旅行支援について伺います。今月11日から始まったことなんですが、まあ、インバウンドの効果もあって、福岡県内でも、観光客が増える動きもあったのかなと思いますが、まずその受け止めを一点と、予約停止などの混乱も、一部の自治体では予約の停止など混乱も出ているので、予算の国に対して予算の追加配分を、要求するなどのそういった考えもあるのかというところも合わせて伺っています。11日からですね、まあ、2つですね、全国の旅行割がスタートした。同時に、外国人の皆さんの入国制限が大幅に緩和をされたということ、まあ、特にですね、短期の滞在ビザというものが必要なくなったと、まあ、こういうこともありまして、各地にですね、まあ、旅行客の方がたくさん訪れていらっしゃる。特にまあ外国人もですねの方も、まあ、福岡で言いますと、やはりよく街中でも韓国の皆さんとかをたくさんお見かけするように思います。まあ、こういったことはですね、我々の地域の経済を支えている非常に裾野の広い産業であります観光産業ですね、まあ、これをこの元気にするという意味で非常に効果の大きいものであると思います。歓迎をしたいと思っております。まあ、このことはひいてはですね、やはりこの一次産業の方にもいい影響が出てくるわけでございます。まあ、こういったことでございますが、まあ、いろいろとその実施にあたってですね、まあ、
各報道でですね伝えられているようなこともあるように伺っておりますが、現段階において福岡においては何かありますか、そのような旅行終わりのトラブルという と詳細については、ね、観光の方でお答えさせていただければと。ちょっとそれは具体的にですね、旅行業界あるいは宿泊業界の方からですね、何かそういうふうなことがあっておればまたお話したいと思います。まあ、そういった中でその予算についてもですね、今後国の方の経済対策、まあ今日の報道でも20兆円規模等のお話もあっておりますが、そういう中での国の方の検討がどういうふうになされるのかということをしっかりと注視していきたいというふうに思っています。西日本新聞です。先ほど の県の登録制度についての旧統一教会の関連団体について、うん、申請を当面保留したいということだったんですけど、年間確認なんですけど、対象となるのは県の登録制度全般になるのか、今回発表された SDGs 登録制度だけになるのかについてはいかが。先ほどはこの発表事項でしたので、当然この SDGs の登録制度についてとお答えしましたが、やはり、団体そのものが社会的に問題があると指摘を受けている団体だと、またその関連団体ということで、我々も先般ですね、その知る限りといいますか210の団体を対象として県の方でそういう登録があるのかないのか、あるいは講演名義をですね、講演をしたことがあるのか、まあ、そういう調査を行いました。そういうことでございますので、今後の各事業の登録においてもですね、担当部局の方で、そういう関連の団体も含めて申請があった場合には一旦保留をさせていただくというふうに考えております。この関連の団体というのは、どういう基準で選別をされるんですか。これはですね非常に難しくて、支援する弁護士の会の方がたちがこうネットで掲載をされているとかいろいろな情報があります。それを全部集めて、まあ、最初は120ぐらいとか言ってたんです。結果的には約210団体ほどを対象としてそれを全部調査をいたしました。この他にもですね、インターネットなどでさらに情報が出てくればそれも対象に含めて考えていきたいと思います。他よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。